わりました。はい、すいません。はい、すいません。はい、あ、ケンジ・ホフマンです。はい、タマ・ホフマンです。よろしくお願いします。すっごい顔、今も。すごいですね。あの皆さんね、あの、はい、日本の方あまり知らないかもしれませんけど、先ほど喋った、はい、あのレス・ブラウンっていう方はもうね、あの僕のメンターであって、彼の本ほとんど僕読んでるんですよ。もう彼の教えで、ここまで来れたって言ってはもう過言ではないです、ものすごい、その僕のヒーローが VRFU のコンテンツの、ね、マスターになってしまうっていうね、すごいことを、今、聞きました、はい、超興奮しております。はい、興奮してます。はい、はい、あのはい、はい、今からですね、私たちは先ほどからね、あのダニーが言ってくれましたパイオニアマインド、はい、はい、これをねちょっと簡単に紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あのパイオニアっていうのは、はい、あのまだ未完成のものを完成する人たちのことを言います。はい、あのこれはね、あの辞書で引っ張ったんですけど、はい、他の人よりも早くその分野に取り掛かった人、うん、先駆者、開拓者、うん、草分け、はい、ね、そういう人たちがパイオニアと言われています。そうですよね、はい、だから一番パイオニアって言葉を聞くと一番何を思い出すか、これ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 ですよね、開拓者、開拓、ね、何にもないところで街を起こすっていうね、ものすごい人たちがいます。そう、じゃあ世の中にいろんな開拓者たちがいます。はい、皆さんご存知ですね、フェリックス、はい、はい、そうですね、はい、あの彼はあの大学の時代にこのビジョンを持ってたんです、はい、一夜で、物を届ける。そうで、これをね彼の教師は全然うまくいくわけねえじゃないかっていうね、 その時のビジョンで返事をして、彼の卒論に C っていうね、あの最低、もうあまり良くないあの判定を出したんですけれど、はい、で 彼がですね、うん、今あなたはあなたが望んだ姿である、うん、そうですよね、現状を変えたいと本気で思うなら、はい、今すぐあなた自身を変えなければいけない。もうこれはパワフルなメッセージですよね。今日のあなたはあなたが選んで作ったんだよっていうメッセージですよね。それを変えたかったら自分を変えろという、ね、はい、そのね、はい、あの変えてきた人の中でカーネル・サンダースさん、はい、サンダースさん、あの右下のがうちのカーネル・サンダースさん、はい、聞いてますね、はい、彼もねすごい履歴なんですよね。そう、30歳の頃にね、はい、ガソリンスタンドを運営したんですよ。そうなんです、うん、でもやっぱりそれもね、いろんな不況が起きてなくして、で彼は65歳から、ね、自分のレシピを営業して回ったんですよ。65歳ですよ、はい、私たちこれから始めても大丈夫。あ、大丈夫大丈夫、ね、安心しました、はい、彼は1009回、はい、こんなもんを買うわけねえだろって言われた、断られ1009回ですよ。普通の人は折れます。でもそこから彼は、自分のね、あの本当に有名になった KFC を ね、はい、そうですね、チキンを1個売るたんびに何銭とかをくれという ね、うん、ね、フランチャイズを起こしたんですよね、はい、でそれをやった他の方たち、はい、ね、ビル・ゲイツさん もう最初はもう大変な思いをしてね、スタートしました。でアップル社もね、そうですよね、見てくださいよ、この右下の これを発表して、そう、これを発表してみんなの気を引いて、これが生まれたんですよ、はい、でここから彼らのビジョンはどこに行ったかというと、うん、もう今なくてはならないもの、当たり前のものに進化してますよね。これが開拓者なんです、はい、これがパイオニアなんです、はい、彼が言ってる言葉がすごいです、はい、先を予測して点と点をつなぐことはできない、はい、ね、過去を振り返った時にだけ点をつなぐことができるんだ。それはすごいよね、ね、だからこの点はいつかつながると信じなければならない。そこなんですよ。だから見えてない点と点がつながっている、想像ができた人たちだけが先駆者になってるんですよ ね、このね、あの、うん、ベゾスさん、はい、ベゾスさんもね、ここから始まったんです。見てください、はい、あの後ろのバナーなんか缶スプレーで手書きじゃないかなと思うようなね、みすぼらしい、ね、事務所ですよね。本一冊をオンラインで販売するとこから始まったんだよね。ね、ちょっと髪の毛まだありますけどね、はい、でいろんな企業たちはこういうとこから始まったんですよ。そう、アップル、グーグル、アマゾン、ね、ハーレーデビッドソンね、オートバイの、デビッドソン、はい、でディズニーランドですね、はい、はい、ディズニーですね、はい、でマテルはね、あの皆さんご存知ないかもしれないけど、アメリカでもしくは世界で一番大きいあのおもちゃメーカーなんですね。はい、でみんなここからスタートしてるんです、まあ、アメリカでいうね、あのガレージですよね。そうですよね、はい、車庫から始まったビジネスたち。そうで、どんな大きな会社も最初はもう ちっちゃい会社ですよ。ちっちゃい会社たちが始まるんです。失敗も繰り返しましたよね。ただ彼らは見えない未来に希望と確信を持ってたっていうこと、ここが大事なんです。でたった今ダニベイさんからこの将来の希望って目の前で見せてくれませんでした。ね、GPS 自社の AR グラス VR を今設計中だって、はい、だから皆さん見ちゃったんですよ、ね、見ちゃったんです。この方が僕たちに見せてくれてるんです。だからもう
とんでもない、この会社自体が発送されたのが去年の10月ですよ。いやまだ1年も経ってないのに、はい、もうすでに69 の、 あの e コマースの商材で14の会社との契約、はい、これってどうですか皆さん。でもう今あの大手企業と直接契約をして、うん、でもう完全に僕たちに今年の走る道を提供してくれてます。すごい、うん、でね、計画を早める計画をするっていう、そこなんですよ、ね、なんでダニーはこんなに急いで3カ国も展開したのか、はい、はい、それはですね、ダニーが言ったこと、はい、未熟児で生まれた会社って言ったんです。最初から言ってるんです、未熟児で産みますよと、はいはい、不完全、はい、まあ、不完全な状態で、はい、世に出しますよ、出しますよと言ってくれてるんですよ。ですから問題が多いことは100も承知です、ね、当たり前なんです、未完成ですから、はい、でそれを承知の上で僕たちは人を探してるんです。そうなんですね。でこの時期に一緒に会社と、ね、うん、会社と一緒になって作ってくれる人をあの探してるっていうね、はい、一緒に歩みたいと思ってるっていうことが彼は言ってましたね。言ってますね、はい、はい、なので彼の思い、はい、もうこの時期です、はい、このコロナパンデミックね、コロナの時代でもう失業者倒産者も今日ね一番最初にね、はい、あのマイケル・アンさんが言ってくれました、言ってくれました、はい、はい、もうとんでもない今世の中になっちゃってます、なっちゃってます、ね、それから不当解雇された人もううちの家族にもねいますけどねでも会社がなくなってしまえば不当と言えるのかどうかわからないですけど、はい、最初言ってましたね、はい、もう本当に何千っていうね、何万何百万っていう会社たちが倒産してます、はい、そうなんですよね、僕たちのコントロール外なんですね。そうなんです。でここにダニーは思いを告げたんです。そうです。ですからこれから当たり前になる、ね、うん、先ほど VR とか AR とかとんでもないことになるじゃないですか、はい、あれを先取りしちゃってるっていうところですよね。もうこれから確実に伸びていく、間違いなく伸びる産業3つを合体させ、うん、それの先駆者に僕たちを置いてくれてるんです。そうですね。で GPS という道具を使って、はい、あなたとあなたの大切な人たちの豊かな生活を築きませんかっていう、これメッセージなんですよ。これがダニーの思いなんですよ、ね、皆さんの人生を豊かにしたい、 そのためにダニーは絶え間ない努力を続けてるんです。ないですね、ないです。はい、ですから自由な生活を待ってる人たちがこの世の中にはたくさんいるわけです。たくさんいますね。もうコロナでとんでもないですよ。あなたの電話を待ってる友達がいっぱいいるんですよ。そうなんですよね、うん、だから情報を伝えるってことを躊躇してる人たちがものすごく多いですけど、これはね、近くに新しいレストランが開いてあなたがいち早く食べて、うん、美味しかったら伝えてあげてください。もうこれ親切親切なんです、ね、GPS の話をみんなに伝えてあげてください。そう、ね、それを選ぶか選ばないかあなたの問題じゃないです。そう、それは相手の問題なので気にしないでください、うん、よく気にしちゃう人たちが、ね、いますね、結構いらっしゃいますよね、はい、だからどう思われるかは関係ないです。これを掴んだあなたが走り貫けばいいだけのことなんです、はい、伝えてください、ね、ぜひじゃんじゃん伝えてください。そうなんです。あなたは自分の人生を成功させたいですか。はい、だからここにいらっしゃると思うんですけど、だから今日これを見てらっしゃいますよね、はい、だからやっぱり、パイオニアの、ね、マインドセット、僕たちは先駆者です、はい、未完成です、はい、なのに、僕たちはこれを、伝え続けるというね、とっても大事な使命の場にいらっしゃるんです。そうですね。で最初言ってましたよね、ズームミーティングはお金がかからない、うん、これを人に伝えるのにお金かからない、かからない、ということは皆さんはお友達に伝えて断られてもお金がかからないんです。断られてもお金かかんない。だけど一人賛成すると、はい、あなたはお金を生むことができてしまう。そうですね。チクッとここは痛いかもしれないけど、うん、それは全然関係ないってことですね。パイオニアとしてチクは当たり前ですもういろんなチクを体験する、予定外を想定する、未完成を力を合わせて完成させていく。そうですね。だからこのパイオニアのナンバーワンはダニベイさんです、ね、素晴らしいと思います。で素晴らしいこのリーダーシップの下で、間違いないもう将来のビジョン、僕たちが自社の、装置を持ち、うん、これからこの市場の先駆者になっていくわけなんで、 そうなんです、ね、そこで大きなお金が動きます、はい、そのお金を、みんなで分かち合って、はい、すごい素敵な将来をね、はい、共に築いていきたいと、ね、はい、思います、はいはい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。